その移民たちの子孫が退去してこの日本に戻ってくることになろうとは。舞台は平成18年夏、北関東のとある町、人口わずか4万人の県内でも一番小さな町。この小さな町に日系ブラジル人およそ4000人が戻ってきたのである。お商売コネクター。整理しましょう。この町の抱えている問題点は2つです。日系ブラジル人との共生、これがまず1つ。そして不景気から脱出するための町おこし、この2つをどうするか。これを一気に解決する方法を考えたのが勝野さん、あなたのお父様圭介さんだったのです。結果は大成功。サンバパレードは大当たりし、祭りには20万人を超える観光客が集まったんです。それだけ盛り上がったサンバが本出した理由は何ですか？ワールドカップです。ワールドカップ。共生社会をどう作ろうとしていたか、お亡くなりになる直前に託されたものです。どうぞお読みになってください。では。
外国人との共生か。でも家族の共生も難しいな。気持ちは同じです。一緒にかけてもらえませんか。博打だよ、あんたがやろうとしてるのは。博打と賭けとは違う。私は博打には乗らない。一言言わせてください。皆さん、この町のブラジル人が抱えている一番大きな問題は何だか分かりますか。孤独です。教えてあげたんです。え？食堂でご飯食べていたら、彼女箸おかしな持ち方をしていました。それ違う、こう持つんだよって教えてあげました。ああ津軽海峡Let's go!
ています。旦那様、大旦那様と一緒にこの小さな町に笑顔をいっぱい咲かせようじゃありませんか。うん、親父、5年後10年後にはどうなってるんだろうな、この町は。俺のふるさとは